こんにちは。今日は2019年8月の18日、ここは東京都新宿区と言いたいところですが、実はこの場所は渋谷区です。渋谷区バスタ新宿、 JR 東日本新宿駅の真上に作られたバスターミナルから今ドコモタワーと高島屋タイムズスクエアを眺めているところ、今ニューヨークから帰ってきました。すいませんね、本当ね、旅行の途中にニューヨークとか行って、旅をこうつまらなくさせる要素を挟んでしまって申し訳ないと思うんですが、すいません、用事もですね、滞りなく、終わって無事に帰ってきましたので、これから先また、貧乏旅行といいますか、予算に厳しい制限を設けた旅行を続けさせていただきたいと思います。このドコモタワー、上に電波塔もついているわけでして、機能十分発揮しているんだろうと思うんですが、もともとのモデルはアメリカ、ニューヨークにあるクライスラービルじゃなかったか、クライスラーかな、エンパイアステートビルだったか、そのどっちかなんですけれど、それからこちらにありますのは、高島屋タイムズスクエア。タイムズスクエアというのはもともとニューヨークタイムズの目の前にある土地のことを、アメリカでタイムズスクエアというわけで、それもニューヨークの土地から、もらった名前というわけですけれど、これね、エンパイアだかクライスラーだかなんだかこう足して20で割ったような、こんなこうパチモノビルと、とりあえずタイムズスクエアって言ってるニューヨークタイムズとか関係ないと思うんですけどね、これが日本を代表する新宿の前にあるのはどうなんだと最近になってね、よく思うようになったんですが、わざわざニューヨークのあれをあやからなくても新宿流の一流の建物、一流のデパートを置いときゃいいんじゃないのかなというような気がしますが、その東京の話はですね、また東京に来た時にしたいと思います。現在日本一周旅行の最中です。これからまた日本一周を継続するわけですけれど、こんな内陸の方まで来てしまいましたが、ずっと日本海側に沿ってね、新潟県とか、ずっとこう南下してきたわけですが、次に向かいますのは富山県。これから富山まで行きます。今回のこの動画は本日1日分だけだとあまりにも短すぎますので、明日の分と合わせて皆さんに、お伝えしたいと思いますが、これからまず、高速バスにて松本へ向かいます。松本で本日は終わり、ただ移動するだけ。もう本日ただいまの時刻は15時近くなっていますので、これは仕方のないことです。そして松本で明日の朝また早くに出発し、立山黒部アルペンルートを抜けます。今手元にある予算1万3000円ほど繰り越しがあります。もっともそのうち1万円は万が一の時のための予備ですが、これを前借りいたしまして、そして富山で抜けちゃおうというわけです。こちら反対側の景色、新宿駅南口の面する甲州街道です。この甲州街道は JR 各線をまたぐための大きな橋になっていて、この橋は相当歴史が古く、実は大正時代に架けられたものなんだそうです。それはね、私もさっき知ったんですけれど、まさか昭和の初め頃かなと思ったら大正時代だそうですが、ともかくこの橋があまりにも古すぎるので、ここに大型のバスなどたくさん来させるのはちょっと具合が悪いのではないかということ。それから新宿駅のこの辺りでバスを乗り降りするときに、もともとここにバスターミナルがなかったので、お客さんが普通に路上に止まっているバスに乗り降りするということになって、かなりそれも交通の阻害になっていたようです。そういうわけでバスタ新宿の建設が急務とされ、国土交通省主体で JR 東日本と協力をしたバスターミナルの建設が進んだのでした。奥に見えておりますこちらのビル、バブルの塔と言われる、非常に建設費高くかけました東京都庁。
きましたよ。これがね、松本駅お城口、いつもよりもちょっと距離感があります。離れておりますが、それはつまり列車で来てないからです。松本までのバスは非常に安く、特急列車よりちょっと落ちるぐらいのスピードでパッと連れてってくれます。まあそんなことはナレーションで話しましたかね。松本のホテルは安いのでホテルに泊まってもよかったんですが、明日以降お金をかなり使いますので蓄えを残すことにしました。この松本駅の駅舎、こちら側をお城口と言います。つまり国宝松本城があるからです。せっかくなんでね、それぐらいは見ることにしましょう。お城口からそのお城まではだいたい 1. 何キロかありますけど、見たらね、黒姫高原ソフトクリームカップ100円。まあマクドナルドでソフトクリーム買ってね、100円なんですよ。もう感動して、すいません、ソフトクリーム100円っていうのを見てきたんですけどって言って店で注文しました。店の人もね大笑いでしたが、100円、これ座るやつなんだよな。横断歩道のこんな脇に腰掛けるの初めてですけど、美味しいわ。チーズっぽい味がしますっていうと、なんか、腐ってるみたいな、発酵してるって意味じゃなくてね、美味しいんですけど、ゲロとか言っちゃいけませんね。美味しいですよ。これ100円だったらね、マクドナルドは早いうちに倒産すると思いますね。山に囲まれる松本市はちょっと気温が高めです。夏でも暑く冬は寒いと言われますが、しかし我らがヒートアイランド東京に比べればもう可愛いもんです。気温は31度、非常に涼しく感じます。目の前にあるこれは松本時計博物館、立派ですよね。よくねお城に行くときに見るんですよ。でも入ったことはありません。多分面白いと思います。無責任なご案内。これ普通の街の光景に見えると思うんですけど、よく見てもらうと分かるんですが、電線が張ってありませんね。これね城下町だから、こういうふうにこうちゃんと埋めようとかいうことやってるんです。松本は結構こうやって見てみると、これもなんかこうおしゃれな建物があったりとかですね、あと音楽の街ということで、よく私知りませんけど、楽器演奏するオーケストラみたいなの、そういうのもねよくやってるらしいですよ。であとですね、こういう湧き水がいっぱい出るようなところっていっぱいあるんですけども、松本駅も目の前に湧き水があって、さっき私も、ね、その湧き水の近くのところで、食べたカップとか洗ったんですが、こういうふうに、ね、あります。冷たいな。生水なんでやっぱり沸かしてから飲んだ方が本当はいいと思いますけど、松本も湧き水の町として知られますと思ったらね、山に適当に書いてあるようなやつとは違って、ゴリラの検査結果についてどうこう書いてありまして、これ多分大丈夫なんでしょうね。水質基準に適する、こう書いてありますから、これごくごく、これでもこれ直接飲むのってなんかいけないとかいう話聞いたの本当ですかね。大変涼しくなりました。これが松本城の天守、黒いお城ということで有名です。安土桃山時代に築かれて、今なおその姿を留めています。結構ね、日本のお城って空襲で焼かれてしまったものが多くて、名古屋城もそうですし、あとは、小倉城も空襲で焼けたし、広島も岡山も確か空襲で焼けたんじゃなかったかな。もうほとんど空襲ですよ。で、その中で松本はたまたま大きな町にしては空襲がなかったので、松本城をはじめ昔の建物を多く残されています。ちょうど今ですね、ライトアップがまた進んだところでして、いいですねこの時間の、これ今のライトアップでパッと気がつきましたけど、こっちにはね白鳥も休憩しておりました。なんだよこんな休んでるとこいきなり明るくしやがって、苦情も入るかもしれません。ここもおなじみの鯉、今イサリビに集まっているところです。黒い天守が映って、美しいこと限りがないわけですが、残念ながらこのカメラの画角ではこのように映すのが精一杯です。さてそのライトアップされている松本城天守から歩いて10分ぐらい、お城がねやっている時間は天守から見ることもできるんですけれど、松本市のお宝もう一つ、旧開智学校です。視聴者の皆さんもご覧になったことあるんじゃないでしょうか。私は小学校の歴史の教科書の資料集に載ってるのを見ましたよ。これね、明治時代に建てられた日本の初期の学校教育、それをまあやっていた小学校というわけですけど、昔の小学校ってこんなに立派だったんですね。原則義務教育は無料というのは当時から変わっていなかったそうです。もともとこの場所にあったわけではなくて移築だそうなんですけど、見るとなんかねこう明治時代らしい洋館という雰囲気ですが、しかしこの旧開智学校を見学するポイントは、これ分かりますかね、分かんないかな。実は後方が洋風の建築ではなく、板で作ってたりとかですね、屋根がこれ瓦張りだったりとか、洋風の建物を見よう見まねで作った義洋風建築と言われる工法なのです。だからなんかこんな風にね
これはあの日光東照宮とかにありそうな装飾ですけど、中国風のなぜか龍がいたりとかして、よーく細かいところを見れば、いやこんなもんヨーロッパにはなかったよというのは、一目で見てわかるような面白い作りです。まだ初期のね、あの洋風建築というものが普及しきっていなかった、だましだましやっていた頃の、建築の、まあ、その苦労とか、試行錯誤がうかがえる貴重な建物でもあります。これわざとなのかわかんないんですけど、あの天使がいるんですけど、ゴキブリみたいな羽つけてるんですよね。これは頭にもなんか触覚がついてる、違うかな、なんかこれ天使こういう天使もまあいるのかもしれませんが、あとねこういう装飾について一つ言えることなんですけど、あの中国風と言いましたが、あの私ヨーロッパ旅行した時に、日本食レストラン行こうとするとね、大体中国人が中華料理みたいに出してるんですよね。和食と中華料理違うんですけど、そう出てくる。なんかこう日本人が洋風に合わせようとするとなんか中国になってしまう。中国は偉大だなと、この建物やヨーロッパでの食事を通して感じました。で松本駅に帰ってきました。視聴者の皆さんに、ね、野菜食べろ野菜食べろいっぱい言われて、まあ私も普段は食べてるんですが、今回の旅行ではあまり食べていません。まあ、若いうちだけですよね、こんな栄養バランスを考えずに食事することができるっていうのは。これ逆にね、これはこれで若い時の最高の贅沢だと思うので、栄養バランスを気にせずめちゃくちゃな食生活を多少はやっています。まあ、でもたまには野菜バーガー、それからこちらはハンバーガー、これはお腹を満たすためのものですが、マクドナルドのハンバーガーよりはモスのハンバーガーの方が美味しいですよね。あの久々にモスバーガーのハンバーガー食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。なんだこれとびっくりしましたが、多分他のモスバーガーのハンバーガー系の商品と同じ肉を使ってるんでしょう。今日の目的地はまたも再び平田駅。親の顔より見た光景って感じですけど、またもや松本市平田駅に到着。平田の駅前にある快活クラブ、ネットカフェ、それを利用するためにこの駅の利用頻度が高くなっています。まさかこの日本一周旅行で2度同じ駅を利用することになるとはね。松本駅から2つ移動しなければならず、その交通費もかかります。スイカ対応1円単位で引くと185円。ちょうどね雨が降り始めたんで早く動画撮っちゃいますけど、あのあそこにある快活クラブ松本南店は、なんと素晴らしいことに、通常であれば、まあ、学割適用で8時間1210円ぐらいなんですけど、あのここは10時間同じ料金で利用できるんですよ。だからあの私もここは素晴らしいネットカフェだということで、今まで何度も愛用していたんですが、なんとですね、あの今回改めて確認してみて気づいたんですけど、あのいつの間にか値上げしてですね、あの料金は変わらないんですが、あの8時間に切り下げられてたんですよ。10時間前まで使えてたのが8時間になっちゃいました。というわけで私もこう時間を確認しながらですね、まあ、あの夜の9時まで、とりあえずギリギリ引っ張ってみたんですが、まあ、でもなんだかんだあの結構な額を使ってしまいそうです。12時間パックになっちゃうのかな、悔しいですけども、まあ、それはあのまた明日明日と。私もねあの今日は動画の編集とかなかなかうまくいってますんで、漫画でも読んでゆっくりしようかなと思うんでね、明日の、山登り、まあ、そんな登るってほどでもないけど、それに備えて、しっかり体を休めたいと思います。まあ、でもあの松本周辺でやっぱここが一番今でもねあの学割聞いて安いネットカフェであることには違いないので、今後も利用する機会はあるでしょう。ちなみにここですが、あそこにくら寿司があってですね、それから反対側にあのとんかつのねカツ丼の店勝屋もありまして、どちらもあの割と格安系の食べ物屋が揃ったらいい場所でもあります。あのくら寿司もうちの動画でね何度も登場してるんですが、あのまた行きたかったんですけども、あの残念ながらですね、今日は日曜の夜ということでくら寿司みたいな店は混んでるだろうなと思いましたんで、あの本日はモスバーガーとしました。まあ、また今度。じゃあ、今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。雨が降っております。